スポーツの日の10月9日月曜日朝6時45分の日本海は良質なうねりは入っていきますが、伸びて伸びてインサイドからショアブレイクですね。まあしっかりうねりは入ってますね。こちらも無風でメンツルの波がゆったりと入ってきますが、インサイドからダンパー気味に割れますね。しっかりうねりは入りますね。あ、君の夕方からこんなところにテントがあって U テントが今朝もありますね。一泊したんですかね。もう随分寒いのにな、朝は。気温は17度ぐらいです。風はありません。海には待てばうねりとうねりの間隔が広い良質なうねりがしっかり入ってきますが、伸びて伸びてインサイドからショアブレーク、今これが最大のうねりっていうかセットですかね。スキムボーダーにはいいかもしれません。今日終日どうですかね。干潟はこんな感じです。今日は鳥はいませんね。